さて、ここからは二手に分かれる。みんな、頑張るんだよ。3! 港と離れたカカシたちは一路目的地カンナビ橋を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、果たして数日後ついに目的地の目前まで到達した。敵地を進む三人、ただならぬ緊張感が張り詰める。そんな中、それは起こった。リン！こいつは預からせてもらう。お前、リンに何をした？安心しろ。ただ眠っているだけだ。こいつはいろいろと使えそうなんでな。リンを返せ！カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ！カカシ？二人でこのまま任務を続行する。なんだと？お前何言ってんのか自分で分かってんのか？ああ。リンはどうすんだよ！リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対、それが掟だ。掟だ？今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ、同じ班の仲間だろう。俺やお前をずっと医療忍術で助けてくれた、ずっと俺たちを支えてくれた大切な仲間だろうが。それがリンの任務でもあった。もういい。お前と俺とは元から水と油だ。これ以上話しても時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。俺はリンを助けに行く。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒さねえとな。だがそんなことお前にはできはしない。俺が必ず。お前一人で来るのは大した度胸だ。しかし度胸があったとしてもどうにもならない。今のお前がまさにそうだ。何？お前の命はここで終わる。残念だがな。霊災学の術。くそ、恐怖は自分の弱さだ。乗り越えろ、オビト。もう少しでいいの？もう少しで女を助けられるとでも思っているんじゃないか。図星か。やはり考えも行動もガキだな、お前は。この俺が貴様ごときに本気を出しているとでも？意外と粘れ。どうやらお前を過小評価していたようだな。それ！
ほう。おい、遊びはその辺でやめとけよ。ああ、忍法迷彩隠れの術。みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。奴はガキのくせになかなかの実力を持ってやがる。念のためだ、アイゼン。俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。